はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、今の時期にこんなことやっておいてもいいんじゃないかなということを、まあ私が今までやってきた経験なんかを交えてご紹介できたらなと思います。季節の変わり目なのでね、この時期に、まあいろんなことをやる植物もあったりするので、まあそんなことも踏まえてね、お話できたらなと思いますので、植物を育ててて初めて夏を越せた方だったり、もうこれから数年ね、1年間ずっとしっかり育てていきたいなって思っている方は、まあ今の時期やっておいた方がいいんじゃないかなっては思うので、まあ、ぜひ参考にしてみてください。それではお話ししていきたいと思います。はい、今日はこちらの、まあ、3つの植物に来ていただきました。左からエリアンフォラ、ゾウカズラ、エトリソウ。はい、この3つ紹介してるんですけれども、まあ、別にこれに限ったことではないので、まあ、なんとなくねこの3つ取り上げさせていただきました。まあ、皆さんが一番育てているのは、まあ、この2つかなと思っております。一番育ててるって言っても、まあ、この動画見てくれてる人は多分育ててると思うハエトリソウとウツボカズラ。こちらはですね、まあ、一応どちらも通年通して枯れない植物、ハエトリソウは枯れるというか、まあ休眠はするんですけれど、ずっとうまく育てることができれば何年も育てることができる植物になります。こっちは結構特殊で、冬の時期になると休眠期といって、気温が下がってくると成長ストップするんですよね。で、まあ地上部の葉っぱが結構枯れ葉だらけになってきて成長がストップするので、そうなったら、まあなるべく乾燥させないように水やりだけして、まあ3月まで見守ってあげるっていうような育て方になります。で、一方でこちらのウツボカズラは通年通して成長は一応します。まあ自生地なんかだと、まあ、ずっと暖かいところにいたりするので、管理の仕方がね、ハエトリソウとウツボカズラでは、まあ、大きく違ってきますよっていうのはまず置いといてください。はい、でそんでもってこの時期ですよね。この時期ってどういう時期かっていうと、もう連日35度以上の真夏日が、まあ、いよいよ30度前半ぐらいになってきて、まあ、もっと言ったら夜間が20度前後になってくるというような季節の変わり目でございます。まあ、人間も体調崩しやすいように植物たちもちょっと変化が出てくる時期になりますよね。はい、で、まあ、この時期やっておいた方がいいことっていうとちょっとあれなんですけれど、やってもいいことを紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目です。植え替えをしてもいい時期かなと思います。どういうことかというと、夏が過ぎた今、皆さんの、まあ、植えている用土どんな状態ですか？外で管理してた人なんかは、まあやられてる人も多いんじゃないでしょうか。うちは遮光一切しなかったので、まあね、あんま元気な用土の状態じゃないかなっては思います。まあ、ただ意外とね、こういう緑してるのもめくってみれば意外と普通の水苔だったりするので、まあ植え替えなくても別に問題はないと思うし、ハエトリソウの場合植え替えは秋というよりかは、まあ休眠期の方がまあいいんじゃないのかななんては思うんですよね。春先の一歩手前ぐらい、2月ぐらいに植え替えすれば、まあ、私はいいと思うんですけれども、まあ、どうしても気になるよって方は、まあ、この秋口植え替えるのは、まあ、一つありなんじゃないかなとは思います。で、まあ、そういう時に夏の戦った後、こういうね、すごい過酷な戦いを戦った後の枯れ葉だったりを植え替えの時にちょっと綺麗にしてあげて、秋の成長期、秋もねまた一個成長期としてすごくいい状態になってくれるので、まあ、そういうために植え替えするのはありなんじゃないかなと思います。はい、で2つ目です。この秋の時期に少し冬を意識していただけると、スムーズに育てられるのかなって思います。まあ、どういうことかというと、これは一応ねがハイランド系といって、こう高い高山系の植物なんですけれど、まあ、あんま関係ないですこれは。外で管理していたものを中に取り込む場合っていうのがあると思います。まあ、例えばウツボカズラなんかは一年中外で育てられるかっていうと多分難しいです。
多少ね、あの無加温でもいいからフレームとかに入れてあげたりしないと、まあ、枯れる可能性もあります。まあ、ただこちらの、まあ、アラタ、ウツボカズラのアラタを育ててる方は、まあ、意外と耐えられることもあるみたいで、まあ、我が家では0度5度ぐらいまでは全然問題なく、はい、生きてました。だから、まあ、全然こういう強い子たちはいいと思うんですけれども、むしろこういうハイランドにとっては寒い方が良かったりするので、まあまあ一概には言えないんですけど、ただ外で管理はハイランドでも無理ですね。湿度が絶対足りないのと、あまり冷たい風を当てすぎるのも良くないのかなと思います。まあ今ね、関東地方でもかなり寒いですからね。なのでちょっとそこら辺は気をつけた方がいいかなと。で、冬を意識するってどういうことかっていうと、室内に取り込んでいかなきゃいけないものがあると思うんですよ。で、そういったものたちを、まあ、どう管理するかっていうのを今のうちからちょっとずつ準備始めといた方がいいと思います。ちなみに私は、そういうタイミングがあったおかげでほとんどの植物が室内栽培になりました。数年で、あのね、めちゃくちゃ楽ですよ、室内栽培。もう全部自分で管理しちゃう。光の強さも湿度も温度も全部自分で管理できるので非常に楽ちんです。外だと皆さん仕事中とかに、うわ雨降ってきた、これどうしようとか、やべ今日意外と晴れてんな、ちょっと遮光してくればよかった、どうしようとかってなるじゃないですか。室内だとね、そんなことないのですごく楽ちんですよまあ、ただ環境の変化がある程度あった方が植物は強くなるのかもしれないですけれど、それはちょっとよくわかりません。はい、ということで2つ目は軽くね、あの冬の準備、冬支度を始めてみるのをおすすめしますということでした。はい、でまとめると、まずは植え替えするなら、まあ今の時期ありっちゃあり、しなくてもいいと思います。で、2つ目がある程度冬を見据えた、管理の仕方を今のうちからちょっとずつ考えていくっていうのも一ついいかなとは思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。秋っていうのはすごく植物にとっていい時期だなって私は思っております。こんな風に綺麗に紅葉する時期でもありますし、夏の戦いで頑張った植物たちをこう養ってあげる時期でもあるかなと思いますので、今年最後の成長期だと思ってぜひいろんな管理、お世話してあげてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。